キャスターの安藤優子、60が4月4日放送のアウトデラックス、フジテレビ系に石原良純、57ら過去のニュース番組共演者と出演。普段の報道番組では見せることのないプライベートな一面を見せた。キャスターになったきっかけは、上智大学在学中に渋谷パルコでアルバイトしていたところ、テレビ局員にスカウトされたことだったという安藤。以来、30年以上にわたってフジテレビのニュースの顔として活躍している。だが、番組共演者の間では、中継やコーナー終了の直前に出される鋭い質問がキラーパスとして恐れられているとのこと。スポーツコーナーを担当していた元 J リーガーの長嶋昭弘、54が安藤優子からの突然の質問に何も答えることができず、コーナーが終了してしまう様子も番組では放送。スタジオが爆笑に包まれた。そんな敏腕キャスターとしてのイメージが強く、私生活がミステリアスに包まれている安藤。セレブ犬を飼っているという世間からのイメージを払拭したいとのことで、番組内では2匹のフレンチブルドッグを散歩させているロケの様子も紹介された。犬を飼う際に幼児言葉を使わない、服を着せない、自分のことをママと言わないという3つの公約を作ったという安藤。しかし3つ全てを早々に破ってしまうアウトな一面が番組内で明らかに。有言不実行ではというスタッフの問いかけに、だって可愛いから仕方ないでしょと言い訳するなど、普段の報道番組では見せない満面の笑みを浮かべていた。またコーナーの最後には、安藤自身が番組 MC のマツコデラックス46にインタビューする一幕も。元のマツコさんを見てみたいと率直に切り込む安藤に、私もその優子を見てみたい、家に来ます？とマツコが返答。その様子にネット上では、マツコデラックス安藤優子で FNN 選挙特番やったら化学反応が起きそうなど称賛の声が上がっていた。